るかな。はい、おはようございます。カズマの博物館です。今日はこちらグッドバソウル、バージョン 4.0 ですね。はい、ということでやっていきたいんですが、もう2回目のプレイでございます。いけ。で1回目はライダーパワー29000で一撃で倒されました。で今2回目の28500です。で今回攻略メダルでエントリーセット当選確率がなんと3倍にと書いてありますが、開発者ブログを読んだところホームページに書いてある、通常の当選確率がすごい下がったみたいですね。ですので今回はこの攻略メダルを使うと3倍というのは多分前回と同じぐらいに戻ったっていう感じが、ちょっと当たりやすいっていう感じだと思います。でパラドックスの乱入とかは、敵の味方したり自分の味方したり、ランダムで演出が起こります。でキャンサーゾディアンズは、なんか大喜利を始めるみたいですね。で、ソーダ宇宙移行キャンペーンは前回の、勇気の本気じゃないキャンペーンですね。あ、負けました。やっぱ3万超えないと基本的に負けるイメージがあります。ですよね。どんどんやっていきたいと思いますね。もう少しで倒せたんだけどな。で、バージョン 3.0 ぐらいから、このパーセンテージが出なくなりましたね。やっぱりこう、ハイエナがね多いので、なかなかこう自分もあんたに乗らせてもらうから、やっぱ苦情が来たんでしょうね。忘れ物はしないように注意してくれ。ただやっていきます。ですので最初の初期画面もこのようにもう全然変わってて、ファンタジーゲーマーとかいろいろいますね。攻略メダルは、バージョン04と09が最初です。まあこれで出ますけども、はい、これですね。なんてことだ、ボスがパワーアップしたみたいだぞ。だから00010203を使うともう真っ赤みたいな敵とね、どんどん使えなくなってきてるんですね。新しく、はい、さーて、ということで僕は今攻略メダルじゃないので真っ赤っかですね。先ほどのも実は攻略メダルではありませんでした。マークボーナスルーレット、はい、ですので多分これも弱点ではないですね。これで僕そんじゃあ、バトル M2、攻略メダルは05だけでしたね。はい、はい、今はこれ僕で4回目なんですけども、先ほど3回やって、4回目に、おじさんが来まして一発で当てて帰りました。で今はこれ僕で、まあ、累計朝一から5回目なんですけども、もうやっぱね朝一頑張ってきてお客さんがこう来て並びなのでね、やってかれるとすごくチーンって感じになりますよね。まあそれはね、どちらもみんなグッドバサルやってる人はみんな言える同じことだと思いますけどね。そんなことは何も言いませんから。仮面ライダーブレイド、ということでこれは攻略メダルではないですね。フュージョンジャーク、飲んでも食べるのか。どうぞ、まーちゃん水楽地面に落ちる。まずい、なんとかしなきゃ。
救世主救援者宇宙戦隊救援者要チェックだな。よし、このまま一気に行くぜ。気を抜くなよ名人、まだレースは終わってね。了解、かなり遠くまで来たぞ。当たりゾーンとやるんだ、まだ掴めない。調査に言えば分断は貴重なものって話なんだけどな。あー、おいおい、上を使ってみるぞ。まさかのヒーッと落ちる。ここでゲームオーバー。諦めるなよ、自分自身の心を信じろ。よし、このまま当たりゾーンまで行け。岩に刺さっちゃうとか。あんだけだよ。研修医、観察医、無免許医、俺の邪魔をするな。いやー、自分はほら、運転手になるんだ。レベル3があるだろ。いやー、聞いてない。俺も今、痛すぎだって。シューター、ショッカーセット。政略はごめんだ。そうだ、宇宙行こう。チャンスオペレーション、ナデシコスタート。おっしゃー、頼むぜ。飛んでてってくれよ、宇宙まで。さあ、みんなで宇宙来たー。サジタリウス・トリアをジャムジンチャーか。墜落したくなければ信じろ、戦闘員を信じろ。ヘジ、ごめん。えぇ、姉さん、早すぎる、無理だよ。おぉ、乗ってくれなきゃ意味ないでしょ。見事。ヘジ、待てよ、待てやろ。このまま当たりそうまで、まっしぐらだ。ミッシボールのです、パワー出た。なんかヤバいのが出てきましたぞ。捕まえる気満々ってわけですけど、仕切り直す判断もドクターに必要だ。まだだ、見てろ、天才ゲーマー M のプレーはな。研修医、どうするつもりだ。エナジーアイテム強ダウン。なるほど、考えだな名人。同じ大きさだな、負けるか。ぶっ飛べ。さすがゲームの名人、自分を信じていたぜ。やっと初めて当たった。激レアメダルゲット。はい、フットバソルの謎を解明する貴重なサンプルだぜ。下のハンドルは、まあ、軽い、まだフットバソルをプレイするだろう。その時も自分は、お、最高、オッケー、持ってない。チャンスオペレーション、ナデシコスタート。
んだとこの俺が墜落する。これは墜落する。ドクターなら墜落の告知には細心の注意を払えよ。二足乗りに乗ってるぜ。レーザードローン頼みましたぞ。観察地なかなかやるな。オナリ、余計なことは言わない方がいいね。あら、岩に刺さっちゃうとか引くわ。どんだけだい。研修医、観察医、無免許医、俺に邪魔をするな。いやー、自分はほら、運転手になるんだよね。エベレスリーあるだろ。こんなことは言わない。ノーサンキュー。うわマジか。ああよかった滑った。パラドックス演出が欲しい。具体的にパラドックスの演出邪魔する気だな。全員まとめてかかってこい。あいつで最後だ。決めるのです。混乱とかだとかなりいいですよ。どいつもこいつ俺のお手の邪魔をする。何のエナジーアイテムを使ったんだ。お縮小か。どっちがどっちが。お敵がいけんじゃない。もしかして。お、これ当たるんじゃない。何だこりゃ。行くしょ。うわあの大きさじゃ無理ゲーだよ。おっしゃバレノリにも限度があるぜ。当たったよ。嬉しい。先ほど当たってから3回目ですね。
嬉しい。せめて金欲しいかな。でも銀でもポーゼとかだったら宇宙旅行キャンペーンですので、このポーゼとかがいいですかね。完了だ。さあ、軽い。さあ銀だぞ。またぶっ飛ばソウルをプレイするだろ。ポーゼ。その時も自分のあんたに乗らせてもらうから、ゼロでもはしないように注意してくれよ。さあラスト。チョコレート疲労回復にちょうどいい。墜落はごめんだ。なんとかしないと。そうだ、宇宙行こう。チャンスオペレーション、ナデシコ来たー。おっしゃー、頼むぜ。乗せてってくれよ、宇宙まで。さあみんなで宇宙来たー。なんだ、おあいつ誰だ。キリアさんも知り合い。いや、自分も知らないやつだけど、あや戦隊って連中じゃない。戦隊、戦隊がサポートしてくれる。おいおい、何人出てくるんだ。なるほど、チーム医療が言われた。宇宙戦隊キューレンジャー。おっと、つい叫んじゃった。すごいな。あたら痛くないのかね。戦闘にどれよりも大変ですよね。ゲームの世界に突入したぞ。下行かないで上行くパターンもあるんですよね。そのまんま真っ直ぐ岩か。あー、岩だと結構弱いっすよね。誰だ、こんなところに岩を置いたのは。俺たちのオペレーション見せてやろうぜ。フィニッシュを決めるのはこの俺だ。ノリノリだね。3人で行っちゃう。ちょっとキリアさんも手伝って。終わりでーす。まったく自分がいないとろくなことにならねえ。冗談だから怖い顔すんなって。なんだあの金ピカは。